15日に睡眠不足の日が続いていたと明かしたドジャース。大谷翔平投手は15日、日時間16日、敵地ジャイアンツ戦に2番指名打者で出場し、4打数2安打で打率364まで上昇させた。前日14日、15日の同カード後には水原一平被告の騒動の影響で睡眠が足りていないなって日がちょっと続いていましたと告白。ファンからはメンタル大変やったやろうなといった気遣いのコメントが相次いだ。通訳を務めていた水源被告は日時間3月20日の開幕戦直後に違法賭博に関与し、大谷の口座から資金を盗んだとしてドジャースを解雇。4月11日、同12日には米連邦検察当局から銀行詐欺容疑で訴追された。大谷が睡眠不足のコメントを残した14日、同15日には罪状認否のため連邦地裁に出廷していた。日頃から睡眠を大事にしていることを語っている大谷だけに眠れない日々を告白したことにファンもショックを受けたようで、 SNS 上には大谷さんでもやはりそうですよね、メンタル大変やったやろうな、しっかり休息が必要、むしろ試合に出られてたこと自体すごかった、ちゃんと人間してたといった声が上がっていた。開幕から水原問題で揺れていた中で、ここまで63安打、16二塁打、12塁打、打率364、長打率676、オプス 1.107、29長打、117塁打、ISO 312の打撃9部門でリーグトップの成績を残していることに、そういう状況でもしっかり結果を残してて、と素晴らしい。それでも成績残してるし、真摯に振る舞う姿は、さすが、それでこの成績と、ファンは改めて敬意を示していた。フルカウント編集部。